はい、皆さん、こんにちは。カフラチャンネルです。令和2年1月の18日、お昼の2時34分です。とですね、今回は、N 国党員、立候補予定者ですね、の、原博義さんについて、ちょっとお話をしたいと思います。原さんにはですね、以前、僕、お電話でお話しさせてもらったことがあります。 えミズニャンさんとかね、ヨギさんとか、いわゆる有名な N 国アンチというね、方とお会いしていたという件についてですね、えー、どういった意図でお会いしたんですかというようなね、えーお、お電話で直接疑問を呼びかけたことがあります。えー、その原博義さんです。えーとですね、今回原博義さんが動画を一本上げられております。 その動画の内容が、立花党首の少子化対策について物申すというようなタイトルで動画を配信されております。そんなに長くない動画なのでですね、皆さん原博義さんのその動画をご覧いただければと思います。でですね、その中でその立花党首の少子化対策のお考えについてですね、 えー、原博さんは、えー、完全に全否定されております江、えー、国党員立候補停車という、ねえー、立場でありながらですね、えー、党首のお考えについてですね、えー、全否定されております、えー、個人的にはね、えー、僕自身もそうなのですが立花、えー、党首のお考え発言がですね 100%、また120%、正しいと思っているわけではありません。えー、僕は、えー、何度も言っておりますが、N 国党の信者ではなくですね、N 国党の支援者、えー、支持者です。盲、え、信、ー、し,して、す、え、べ、ー、てが正しいんだ。N 国党のやっていること、また党首がおっしゃっていることは、すべてが正しいとは思っておりません。 ですが、えー、基本的に立花隆という人間が好きだからですね、えー、そ,のそういった、えー、発言も踏まえて、立花投手を支援、応援していると、N 国党を応援しているという立場であります。えー、でですね、えー、それを前置きとして聞いていただきたいのですが、 え、原さんも、え、結局、そうだと思うんですね。N 国党がいいと思って、N 国党の公認をいただいてですね、え、今後選挙に出られる、え、今までも出てこられて、え、落選等々されてきたんですが、え、まだ、え、出られるというね、え、力強い意志を持った上でですね、え、党員として活動されていることとは思います。ですがですね、 えー、当主の意見に対して、えー、個人的にですね、原さん個人的に、えー、異論を唱えたいのであればですね、えー、立花党首に直接ですね、えー、お話をしに行ってみたらいいんじゃないかというふうに思います。えー、なぜかというとですね、えー、何でもかんでも今、現在ね、YouTube 上で、えー、喋る、 えー、孔の党員が、えー、YouTube 上で何でも発言できる環境にあるのは、良い,い点でもあるし、悪い点でもあるんですね。えー、そういった、えー、党首に対して、えー、違う意見。 異論を持っている党員がいるということは、僕はいいことだと思います。えー、それ、それ自体が間違っていると言っているのではなくてですね、えー、動画で配信する前に、直接投手と、えー、意見を交わすですね、えー、党がもし忙しいのであればですね、30分と時間を切るとか、えー、1時間として時間を切るとかですね、 えー、オフレコの場でですね、でもいいし、まあ、もちろんライブ配信等々でもいいんですが、あのー、直接ですね、意見を、えー、党首にぶつけてみる、えー、というのもいいと思うんですね。えー、独裁だからそれができないとか言っている人も、えー、いるかもしれませんが、えー、立花党首も人間ですので、えー、僕の話を、えー、N 国党員の僕の話をちょっと聞いてください。 えー、当の見解をお聞きしたいですという形でですね、丁寧に申し込めば、えー、門前払いされるというようなことはおそらくないと思うんですね。えー、僕自身もですね、過去に、えー、平塚正幸さんに問題点を問題提起として、えー、電話で3回ほど電話をしたことがあります。また、えー、先ほども言いましたが、えー、この N 国党員の原弘義さんですね、 にも、えー、問題提起、えー、なんでアンチの人と勝手に会ったりするんだというようなね、えー、お電話で直接話をしたこともあります。えー、また、えー、名刺事件の時にはですね、 え、ニック・マックさんご本人に、え、ご本人のライブ中にですね、え、番号をオープンにした状態でニック・マックさんに電話をかけてですね、え、ニック・マックさんご本人の見解、意見、反論を、え、聞きました。そして自分の言いたいことも言わせていただきました。え、それに付属してですね、え、片岡さん、同じ N 国党員の片岡さんにもですね、え、僕自身の意見もお伝えしましたし、え、片岡さん自身はその当時どう思っていたのかという片岡さんの気持ちですね、そういったものは、 え、youtube 上では伝わらないものなので、え、あくまでも僕は現実、リアルに生きている人間ですので、え、そういったことでですね、え、電話をかけて、ご本人の口からですね、会話形式で、え、意見を聞きたい。 と思ったので、過去にも何があった時にでもですね、まずは電話をすると。わざわざ会いに行く時間というのはないので、電話をして、理解したいと。僕自身の頭で理解したいという気持ちがあるので、過去に平塚さん、原さん、ニックマックさん、片岡さんですね。で、先日、無料相談会という機会があったので、 え、立花党首にもですね、え、自分の意見ということを、と事実というものを述べさせていただきました。え、首ともお電話でお話をしております。え、その後にですね、え、N 国とファンの集いということで、え、またそういうお電話をできるという機会があったので、え、田中政策秘書にですね、え、直接お電話で話をしてみたいと思ったので、え、それを問題提起という形ではなくてですね、え、いつもお疲れ様ですというね、え、なかなかお電話で話する機会がなかったので、ないので、この機会に、え、 一度お声を聞きたかったので電話させてもらいましたという形でね、えー、直接お電話で話をさせていただいております、えー、そういった形でね人間ですから大人対大人なので え、当主に何か聞きたいこと、え、間違っているんじゃないかというね、え、意見がある場合はですね、原さんも YouTube 上ではなくですね、まず当主に直接お話をしに行く。そして、え、その見解を受けてですね、ご自身が、え、YouTube 上で、え、配信するのはご自由だと思います。ですが、え、当主に直接、え、その問題点等々を否定したいこととかね、今回で言うのであれば、少子化対策について、 えー、当主が発言された内容についてですね、原さんは異論を唱えたいと思った段階でですね、えー、YouTube で一方的に配信してしまうのではなくてですね、えー、当主に呼びかけてみる、えー、お電話でもいいと思います。直接会いに行くのでもいいと思います。どちらでもいいですが、 同じ N 国党に属する人間なので、えー、その、えー、歯車の一つとしてですね、えーえー、ボスである立花党首に、えー、僕はこう思うんですが、党、え、首、ー、はどう思われますかと、こういった意見は僕を持っているのですが、それについてどういった見解でしょうかと、えー、問いかけてみたらいいと思うんですね。ご本人に直接ですね、オフレコの中でですね、 え、それが人間対人間の、えっと、大人対大人の対応だと思います。え、一方的にね、えー、YouTube で配信をしてしまうと、 原さんに、そのつもりがなくてもですね、えー、第三者が見たときに、えー、この人は N 国党の一党員候補者でありながら、え党、ー、首に反旗を翻している人物というふうに、えー、誤解をされかねません。えー、僕はですね、僕個人はですね、原さんと、えー、お電話で、二回ほどお電話で話をした経験がありますので、えー、原さんは、反旗を翻しているような人ではないというふうに、僕個人的には理解をしております。ですが、えー、原さんという人と、直接 話をしたことがない原さんの YouTube しか見たことがないという第三者の目から見た時にですね、N 国党内の一、えー、党員が、えー、党首に対して文句を言っている、えー、党首の意見に対して全否定をしてしまっているというような、えー、誤解を生,まれ生みかねません、えー、それでですね、えー、面白おかしく、えー、それについて、えー、配信をする人が出てきてもですね原さんのイメージにも え、マイナスになりますし、え、投手、立花投手のマイナスイメージにもなるわけですね。なので、え、大人対大人なのでね、まずは直接ですね、同じ N 国党という枠の中にいる存在なのですから、え、意見交換という形でね、え、立花投手とお時間を取ってもらうというね、アポイントを取って、え、立花投手とお話をしてですね、え、その後に YouTube で配信をされるという順序をですね、え、取られてみることを僕個人的にはお勧めをいたします。 します、えー、以上です